サルダス領を制圧することにエルヴィンたちは成功する。これでカルザス攻略の最中に背後を取られる心配はなくなると思われた。しかしサルダス制圧の時に現れた援軍を送った人物を無視することは自分を危機にさらすことにもなりかねない。そこでエルヴィンたち一行は近くの村の探索を始めたのであった。そして通りかかった砦の一つに老剣士アーロンが防衛陣を敷いて帝国の通過を阻止しようと待ち構えていた。サルダスに向かった連中からその後の報告はないか？いえ、ありません。そうか、やはり帝国がサルダスへ攻め込んだと考えるべきか。もしもサルダスが突破された時にはここで帝国を防ぐんじゃ。ははここだな。サルダスへ兵を送った者がいる場所は。そのようだな。カルザスを攻める前にここを落としておくべきだ。相手は以前に戦った老剣士のようだな。どうやら歓迎の準備をしているようだぞ。さぞかし楽しいパーティーになるでしょうね。カルザス侵攻の小手調べってところだな。きっとヤバいかもしれんの。まさか帝国の四天王が集結するとはな。アロー様、正直言って勝てそうにもないわい。お主らは早く逃げなさい。その場での間ならなんとか耐えられるじゃろう。いや、わしの命に代えても持ちこたえてみせる。村人もいるみたいだな。無関係な人間に手出しすることは禁止する。恥じるような戦い方はするな。我が魔力の前にはお前らなどゴミも同然。せめて苦しめずに地獄へ送ってやろう。
様、私たちはどうすれば。俺たちは一般人まで手を出すつもりはない。巻き込まれたくなければ急いでここから逃げてくれ。はい。ほほう、敵ながらあっぱれな男、気に入ったぞ。確かエルウィンとか言っておったな。そうだ、俺たち本来の目的は侵略や略奪ではない。だから関係のない村人にまで手を出すつもりはないんだ。敵同士なんぞでなければ酒でも酌み交わしたい男じゃな。そうか、だがこれは戦い、情けはかけないぞ。望むところじゃ。こちらこそ全力でやらせてもらうぞ。カルザスのためにも一人でも多く道連れにするか。そんな、アロン様。さあ、お主らは心配せずに早く逃げなさい。ありがとうございます、アロン様。さあみんな、帝国軍を迎え撃つぞ。私の剣だって十分通用するはずだ。食らえ。所詮この程度か。おそらく敵は主力を二手に分けて川を避けるじゃろう。だからお主は北側から来る敵を頼むぞ。はっ、アーロン様はこの俺が守る。これで終わりだ。こなんだ。お主らは南側から来る敵の迎撃を頼む。場合によるとこちら側の方が先に攻め込んでくるかもしれんな。気をつけるのじゃぞ。はっ、ここをお前らの墓場にしてやる。戦局が有利になるかどうかはお前たちの働きにかかっておる。魔法使いたちはその場に待機して敵を魔法で迎撃するんじゃ。頼んだぞ。心得ました。連中も水の中では自由に動けまい。お主は地の利を生かして戦うんじゃ。承知しました。水上戦はお任せを。なかなかの腕らしいが、私相手でもそう言えるかな。アーロン様、申し訳。まだまだ知らないことだらけだよ。
すが帝国の頂点を極めるだけはある。我が知略が合わされば、もっと力があれば。強い。前線が突破されたか。さすが四天王と呼ばれるだけはあるようじゃ。じゃがわしも昔は剣の腕で大陸中に名を馳せた男。そうそう簡単にはやられんぞ。面白え。俺の剣とどっちが上か確かめてやるぜ。厳しい戦いになりそうじゃ。帝国軍の力舐めてもらっては困るな。
ならなきゃ。ありがとうございます、アロン様。このご恩は忘れません。逃げたようじゃな。もうここはわし一人になったが、カルザスのためにも最後まで戦うぞ。命を捨てる気か。覚悟を決めた相手は思わぬ力を出すことがある。気をつけた方が良いな。わしは長く生きすぎたのかもしれん。だがこんな命でもただでくれてやるわけにはいかん。死を決意した者とはやりにくいな。自己犠牲だ、アホくせえ。寒気がするぜ。お前にはそうかもしれんな。だが騎士たる者はそのような敵に敬意を払うものだ。俺とは逆だな。傭兵は生き残らなくちゃ意味がねえ。そもそも傭兵は自分の理想のために戦っているわけじゃねえ。金のためだからな。ここまでのようじゃな。遅かったか。アーロン先生、しっかりして。先生。おう、シェリーか。姫に見とってもらえるならわしも安らかに行けるというものじゃ。何を言うの先生。わしのことはもういい。
それより早くカルザスへ戻るのじゃ。帝国は強い。キースと共にできる限り城の守りを固め迎え撃つのじゃ。わしの教え子の中でも一番優秀だった姫だ。しっかり頼むぞ。はい。疲れたわい。そろそろ眠らせてくれんか。先生。姫様、冷たいようですが、ここはもう帝国の手に落ちたも同然です。アーロン殿のおっしゃる通り、少しでも早くカルザスへ戻り、できる限り守りを固めましょう。でもキース、今から守りを固めたところでたかが知れているわ。とても帝国の四天王やエルヴィンに勝てるとは思えないわ。諦めてはなりません。それでは何のためにアーロン殿が戦われたのか。そうね、キースの言う通りだわ。今からでもできる限り頑張ってみましょう。エルヴィン、平和平和と言いながら自分たちに従わない相手を潰していく帝国のやり方を私は絶対に認めない。勝負しなさい。カルザス城で待ってるわ。エルヴィン、心配するな。ヘイン、互いに傷つけ合うことになるとは覚悟していたさ。だが、これから生まれてくる子供たちにまでこんな思いをさせたくない。俺たちの時代だけで終わりにするんだ。そろそろカルザスへ参るとしよう。守りを固められると攻城戦は難しくなる。そうだな。ここは急ぐとしよう。カルザスを落とせば我々に手向かう勢力も一気に半減する。そうなれば大陸統一も目前だ。どうだいエルヴィン、オイラの